昔はね、あの消しゴム食べてることがいなかったですか？美味しいとか、消しゴム美味しいよとか言う人いなかったですか？まあ小学生あるあるというかね、もしかしたら僕の学校がおかしかったの、僕の周りの人がおかしかっただけかもしれないですけどね。僕ね、友達でね、授業中にね、消しゴム舐めてる人いましたよ。あー、お出ます。あと、鉛筆かじる子、あー、いますね。そういう子いましたね。いた。あのそうそう、鉛筆ガリ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 、あ、まあ、爪はまあ噛む人いそうてるかな、ガブ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 、とにかくなんかね、あの、あ、ワッキーさん、消しゴム食ってる男子いましたよね。もうね、ワッキーさん僕と確か同い年でしたよね。わあね、やっぱ同じね世代はね、わかるんですね、こういうのね。うん、紙食べてる子がいて、ヤギってあだ名だありますよね。あのね、プリント食べる子とかいましたよね。あのプリント、あのね、テストが0点だったらね、もう食べる、あん、とか言う、でもやめて食べないでとか言ってね。